皆さん、こんにちは。ディーン・ダーの脈覚え筋肉です。アフターコーナー、自治会、町内会、どういう感じか。やはり、まあ、よくあるのは階段版ですね。会議もまあ、NG、祭りもイベントも中止。何もできないです。3密は対策するため、いよいよ開催もできないです。これがね、助け合いは確かに大事だとは思いますが、お気持ちはわかります。はい。新たにリモートワーク、まあ、地域の人が戻ってくる。やはり、リモートワークの意識も低すぎます。はい。低すぎるんです。はい。日本はいろいろ変わってますね。はい。震災だかなんだか、災害時でもよくありますね。いろいろな災害。いろいろ人生は100年時代というわけなんです。はい。日本はいろいろ変わってます。はい。これはね、大災害は本当に危険なもんです。だからコロナ禍でも、いろいろ取り組まなきゃいけないです。熊本地震や東日本大震災、いろんな地震も起きているので、はい。災害は確かに大事なもんです。はい。これはね、いろいろな避難所も気をつけてください。感染対策。はい。もしあなたの家に震度7来たら大変ですね。避難所は確かに必要。あと、マンションでも同じです。はい。いつ、町内、マンションでも同じ。デメリットが多いです。お金もそうですが、やはり。イベントの自粛もそうです。いろいろと。はい。大変なもんですね。はい。まあ、特にいろいろ、マンション内のトラブルも確かに大変です。防災イベントの連携もいいんですが、やはりコロナ禍なので、はい。リモートが妥当です。やはり、今こそ絶好のチャンス、その役割がいろいろよきますね。発信源は確かに大事なもんです。はい。まあ、いろいろ子育てサロンとか、いろいろ知人、趣味、スポーツ、地域の祭り、自治会、町内会、SNS など、地域の交流もなど、いろいろ交流があるからこそ、コロナ禍でもできたらいいなと思います。要はまあ、パークシティ、武蔵小杉、ステーション、フォーレストタワー、まあ川崎市ですけども、タワーマンション、台風19号でも戦ってたんです。想定の被害、いやー、驚きましたね。はい。やはり防災グッズも行って、年に1回の防災、防犯訓練も行ったし、いろいろな取り組みも行ったそうです。コロナ禍でも、取り組みは大事なもんです。はい。こういう前向きが大事です。こういう号外も作ればわかります。あとです。鹿児島県鹿屋市の屋根団もそうです。いろいろと、ホームページに載せていろいろと、はい。こう、遊園をできたそうです。災害のために、はい。案内地図もできたそうです。避難のためにまず役立つことも大事です。東京都立川市の大山自治会もそうです。はい。いろいろ計画を立てて、まあ、会員の人数、ボランティアチーム、いろいろ考えてますね。はい。あとは、神奈川県横浜市の杉田東部町内会もそうです。いろいろ概要も、まあ、主な活動と柱、その情報を役立てていきますね。新宿の菅町町会も、いろいろな歴史にある場所、どんな歩みかも、乗って、まず LINE 活用をしていますね。LINE の導入もいいことですよ。はい。まあ、外国人との多文化、愛知県豊橋市でも外国人との交流もあるそうです。多文化の共生。いろいろな街づくりも計画してますね。はい。あとはソーシャルプラットフォーム、ピアッツァ。これ、中央区他にもありますね。はい。いろいろと。ピアッツァ、こういう SNS の発信源もそうです。はい。あと、役割も立ってますね。いろいろと。三本木とかいろいろです。というわけで以上です。バイバイ。